頭のリボンね、あれきちんと結べないと背中がパカッと開いてしまって、すごくかわいそうな着姿になっちゃうんですよね。でもね、大丈夫です。これから解説しますので、私の立ってる位置と紐の持ち方、きちんと見てみてください。まずは後ろ背中にしっかりくっつけること。ここがくっついていないと、まあそもそもパカッと開いてしまいますね。はい、軽く紐を引っ張ります。上にある紐を下にある紐の内側に通していきます。はい、次が大事、ここですね。私の立ち位置よく見てください。モデルさんの横に立ってます。それから持ち方ですね、この方向、この持ち方もう必ず真似してください。持つ手の方向がめちゃめちゃ大事です。この持ち方だと少しの力でギュッと締めることができます。はい、後ろがずれてないかチェックしたら、薬指と中指を使って根元をしっかり持つ。しっかり根元を持たないと緩んでしまいます。はい、こうするとですね、緩まず結ぶことができます。